プラタナスは、鈴かけの木か鈴かけの貴族に属する植物の総称。街路樹、庭園樹として広く用いられている。北半球に自生する樹木であるが、種の数は少ない。大抵30、50メートルの高さに育つ。ピーケリーを除いて、すべてが落葉性であり、ほとんどが水辺や湿地で見られ、栽培時に干ばつに耐性があることが証明されている。 雑種であるモミジバスズカケノキは都市部でも育ちやすいことが証明されている。プラタナスの語源はギリシャ語のプラティスであり大きな葉に由来する。また、英語ではプレーンズ、プレーントリーズと呼ばれる。また、北アメリカの種はしかも、アと呼ばれることもあるが元はエジプトイチジクがそう呼ばれており西洋カジカエでも同様にしかもアと呼ばれる。外来種であり、 和名は鈴掛けの木。鈴掛けとは鈴掛け、もしくは鈴掛けとも書き、山伏の装束のことである。大峰さんの山伏が胸に装着する、ケツ下につける休憩の房に、本種の果実が煮るところから来た。葉が大きく落葉樹である、虫がつきにくい等の特徴から街路樹に適する。海外では、古くから街路樹に使われていたが、日本には明治初期に輸入され、 目黒林業試験場の他新宿御苑、日比谷公園に少数が植えられていたのみであった。明治40年、東京市の都市計画の中で街路樹として初めて採用され、新宿御苑から木用の枝を採取して2万本を目標に培養し、明治43年に当時の芝区桜田本郷町に十数本が植えられたのが街路樹としての最初である。翌44年には、 神田岡地町に397本、日本橋に63本が植えられ、以後普及を見るに至った。樹皮が剥がれると、まるで迷彩柄のような見た目になる。1937-1942年、ヨハン・ゲオルク・オット・シックによってデザインされた、ドイツのプラタネンマスター迷彩パターンは、最初のドット迷彩パターンである。ありがとうございます。